これからご覧いただくのは1982年アメリカの片田舎に暮らすごく普通の女子高生バーバラ・アーチャーを突然襲った異常とも思われる事件を彼女の証言をもとに再現したものである。その夜午後11時頃、バーバラはいつものように自分のベッドに横たわり、今日一日の出来事に思いを巡らせながら眠りについた。やがてふと窓から光が差し込んでくるのを目にした。そして室内に何かの気配を感じ、辺りを見回した。その時彼女が目にしたものは奇妙な生き物の姿だった。この番組は第一生命、積水ハウス、日清食品、花王、大正製薬、日産自動車、ロッテの提供でお送りします。なんと彼女が見たものは奇妙な生き物の姿だったのだ。バーバラは身がすくむ思いにベッドから逃げ出そうとしたが、なんと体が全く動かない。そして次の瞬間、驚くべきことに彼女は自分の体が浮き上がっていくのを感じ、しかも何かの引力に引っ張られるかのように家の外へと移動していった。だが意識はそこで途切れた。次に目覚めた時にはすでに朝、彼女は自分のベッドの上にいた。しかし昨夜自分の体に起こったあの奇妙な現象は何だったのか。彼女の記憶にある体験には強い現実感があり、とても夢とは思えなかった。だが彼女はその奇妙な体験の正体を知る術もなく、疑問を抱いたまま時が流れた。やがて体験から5年後、21歳になったバーバラはある人物との出会いがきっかけで、その謎の答えと思われるものを知ることになる。その人物とは当時彼女が通っていたテンプル大学教授、デビッド・ジェイコブズ博士である。博士は彼女がある奇妙な体験によって精神的に悩んでいることを聞きつけ、その内容について詳しい話を聞きたいと会見を持ちかけた。実はあなたのような体験をした人は決してあなただけではないのです。その背後にはある隠された秘密があるのです。その後バーバラは博士の下で無意識の中に抑圧された潜在的記憶を催眠療法によって蘇らせるという対抗催眠を受けることになった。そしてその結果、催眠下でバーバラはあの夜の驚くべき記憶を蘇らせたのだ。体が宙に浮いた感覚、その体験には続きがあった。家の外に出たバーバラの体は今度は空に向かってさらに上昇した。そして次に思い出したのは、なんと円盤らしき発光体の姿。しかも自分の体がその発光体に吸い込まれていくのを感じ、次の瞬間さらに驚くべき記憶が彼女から引き出された。なんとバーバラは円盤の中に連れ込まれ、手術台のようなものに寝かされた。そして異星人に奇妙な身体検査らしき行為を施されたというのだ。対抗催眠によって蘇った記憶はここで終わっていた。この奇妙な体験は一体何を意味するのか。実は70年代から現在に至るまで全米各地で同じような体験をしたという報告が続出。その数は少なくとも500件以上にも上ると言われ、少数ながら日本での体験報告例もある。そしてそこには奇妙な異星人が目撃されていた。これらの報告は科学者や多くの研究者たちの手によってこう名付けられた。エイリアンアブダクション、異星人による誘拐事件。だが本当に UFO で飛来した異星人が密かに地球人を誘拐し、奇妙な身体検査を行うなどということがあり得るのだろうか。我々ファーイーストリサーチニューヨーク支社はこれら異星人による誘拐体験があるという人々の生の声を聞いた。空から自分に向かって光が降りてきたんです。ふと見上げると UFO のドアが開き、その中に吸い込まれていったんです。そしてその中で人体実験をされました。すごくリアルな体験で、あれは決して夢や幻覚ではないです。もしもこれらの体験が夢や幻覚ではないとすれば、彼らは一体何を見たのか。異星人による誘拐事件の裏にはどんな真実が隠されているというのか。
異星人による誘拐事件って話にはよく聞くけど、私にはどうも信じがたいのよね。 UFO 目撃してないからかな。ね、信じてるの？もちろん僕も片山くんも頭からこうしたことを信じてるわけではありません、うん、ただ即否定するにはこういった報告件数があまりにも多すぎるので、アメリカではこれまで500件以上の報告例があります。ある研究者によると潜在的にはその数倍の人たちが経験しているはずだというんです。ああ、ちょうどチーフがアメリカに出張してるんで詳しい情報をリサーチしてもらおうと思ってます。あ、ちょうどいいタイミングだ。伊達君、ロサンゼルスの支社にいろいろリサーチしてもらってるんだが、今のところカリフォルニア州ではこう興味深い事例は上がっていないな。ただニューハンプシャー州にちょっと気になる情報が入ってる。チーフ、ニューハンプシャーに行く時間は？おい、勘弁してくれ。俺は君たちの仕事がメインで来てるんじゃないんだからな。リサーチネットワーク会議がメインなんだ。まあ、とにかくロス支社と連絡を密にして頑張ってくれ。じゃあな。あ、チーフ、さあ頑張ろう。伊達さん、これまでの体験報告からいろいろと疑問点を探ってみたんですが。よし、じゃあミッションルームで見よう。はい。我々は先のバーバラ・アーチャーの体験報告をもとに様々な疑問点をチェックした。疑問点1、誘拐体験は夢であった可能性。バーバラの体験した異星人による誘拐体験は睡眠中に彼女が見た単なる奇想天外な夢ではなかったのか。だが催眠療法の際、彼女は強い現実感のある体験だったと強調し、この点は他の多くの体験者たちも揃って同じ証言をしている。さらに別の報告例の中には、異星人による手術により体内に埋められたと推測される異物らしきものの存在が確認されており、これらの点から見ても夢であった可能性は低い。疑問点に、売名行為のでっち上げの可能性。自分は異星人に誘拐されたと主張すれば、人々の注目を浴び金銭的収入にもつながる。現にある新聞社は全米から UFO 目撃団を募集し、一番興味深い目撃団に5万ドルもの懸賞金を出したこともある。しかしバーバラの場合、体験が掲載された本の中での名前は彼女自身の希望で加盟とされ、謝礼金なども一切受け取ってはいない。このことから売名行為や金銭目的で嘘をついた可能性は低い。疑問点3、薬物摂取による幻覚の可能性。もしかしたらバーバラは誘拐体験当日 LSD などの幻覚剤を服用したことにより幻覚を見ていたのではないか。しかし事件当時彼女は16歳、周囲の証言によればバーバラは物静かなごく普通の女子高生で、幻覚作用のある薬物との関わりはなかったという。果たして異星人による誘拐体験の真相とは何か。我々はバーバラの事件をもとに誘拐体験の典型的特徴をまとめてみた。睡眠中ふと目を覚まし体が動かなくなる。恐怖感を感じ室内に何かの気配を感じる。体が浮遊する感覚を味わう。 UFO を目撃する。異星人により身体検査らしき行為を施される。そしてこれらの特徴は多くの体験者たちにも共通しているのである。だが一方で不可解な共通点も多く存在する。実は多くの体験者がいるのにもかかわらず、第三者による目撃例は未だかつてない。そして世界各国からの報告もあるとはいえ、多くの体験は圧倒的にアメリカに集中しているのである。果たしてこの巨大な謎を解く鍵はどこにあるのか。なんでこういった体験例がアメリカに集中しているのかしら。それも疑問なんですよ。確かに日本で UFO 入会されたという事例はアメリカに比べて極端に少ないんですよね。待てよ、これだ。何ですか？体外離脱体験者のファイルだ。あ、以前リサーチした体外離脱経験の報告ね。松下さん、はい、
ファイル GR693 を出してください。はい、わかりました。対外離脱報告ファイル。平成6年8月、東京都練馬区に住む会社員鈴木英子さんは午後11時ごろいつものように床に着いた。そしてしばらくするとふと目が覚めた。だが驚いたことに全身が全く動かない。いくら身動きしようとしても手足を動かすことはおろか声も出せないのだ。さらに得体の知れない恐怖感に襲われ、室内に自分以外の何かがいるような気配を察したというのである。しかもやがて自分の体が軽くなっていくような不思議な感覚を覚えた。と次の瞬間、なんとベッドから自分の体が浮き上がったという。そして鈴木さんの体は天井近くまで浮き上がったというのである。このような現象は一般に体外離脱現象と呼ばれ、日本でも100件以上が報告されている。日本の事例では UFO ではないけれど、異星人による誘拐体験と似ています。ちょっと先ほどの彼女の体験と比較してみせてください。はい。ああ似てる、ひょっとしたらこれが謎の解明につながるかもしれないわね。調べてみよう。はい。体外離脱と異星人による誘拐事件に見られる奇妙な共通点は一体何を意味するのか。この後全ての謎が解き明かされる。調査の結果、睡眠中に起きたアメリカでの異星人による誘拐体験、日本での体外離脱体験、双方に共通点が浮かび上がった。これらの点を細かく分析することが事件の謎を解く鍵になるのではないか。早速我々は共通点の解明を試みた。共通点1、目が覚めても体が動かない。睡眠中ふと目を覚まし体が動かなくなった、この体験が意味するものは何か。睡眠について研究する福田助教授に聞いた。おそらく入眠と同時に何らかの原因で通常と異なる睡眠パターンが発生したものと考えられます。体が動かないという症状は不睡眠麻痺による金縛りの症状に大変よく似ています。金縛り。人は通常寝入りと同時に深い眠りノンレム睡眠に入り、およそ90分後に浅い眠りレム睡眠が現れ、そして目覚めるまでにこの2つの眠りを交互に 4、5 回繰り返すのである。だが身体的疲労やストレス、寝不足などにより睡眠リズムが乱れていると、寝入ったと同時にノンレム睡眠を飛ばし、いきなりレム睡眠の夢見状態に陥ることがある。この特殊な状態を睡眠障害の一つ、入眠時レム睡眠と呼ぶ。この入眠時レム睡眠に陥ると入眠後間もないため脳の活動は覚醒状態に近い。しかし体はレム睡眠特有の筋緊張の極端な低下状態に入るため、自分の意思では体を動かすことができなくなる。よって金縛り現象が起こるのである。バーバラや鈴木さんの目が覚めても体が動かなかった状態は寝入ると同時に入眠時レム睡眠に陥る金縛りを体験したものであろうと推測できる。共通点に奇妙な生き物や何かの気配を感じた。金縛り状態の中で2人が見たものの正体とは。入眠時レム睡眠の時に金縛り状態になると多くの人々が幻覚を体験し、それを入眠時幻覚と呼びます。バーバラや鈴木さんが見た部屋の様子や、奇妙な生き物の存在も入眠時幻覚によるものだと思われます。入眠時幻覚。福田助教授によれば、入眠時レム睡眠に陥ると現実と区別がつかないほどの幻覚を見ることがあるという。では入眠時幻覚はなぜ起こるのか。それを理解するためには我々が夢を見るメカニズムを明らかにしなければならない。レム睡眠直前からレム睡眠中にかけては体は筋緊張の極端な低下からいわば休息状態に入っています。しかし脳では脳幹にあるニューロンが活発に活動を始め、その作用によって睡眠中にもかかわらず脳が興奮状態になるのです。それは一体どういうことか。福田助教授によればレム睡眠の発現に深く関連しているのは大脳の中で最も古い脳と呼ばれる脳幹部分であると考えられているという。我々が日常仕事をしている時など覚醒状態にある際、脳幹ではセロトニンを出す神経突起セロトニンニューロンや
ノルアドレナリンを出す神経突起、ノルアドレナリンニューロンなどが持続的に活動をすることで覚醒水準を保っている。そして1日が終わり眠りに入ると、これらニューロンの活動が次第に弱まっていくことで脳と体は休息状態に入る。さらに寝入っておよそ90分後、浅い眠りレム睡眠に入ると、セロトニン、ノルアドレナリンニューロンの活動が完全に停止する。しかし今度は同じ脳幹にあるアセチルコリンと呼ばれるニューロンの一群が活発に活動し始め、この活動が伝わることで睡眠中にもかかわらず脳が持続的な興奮状態になるのである。さらにこの時、視床を経由して大脳皮質視覚野にも興奮が伝わると同時に、目を動かす神経などにも突発的な興奮が伝わることで、レム睡眠特有の急速眼球運動が起こるのである。これらの状態の時、大脳は高い活動水準にあるため、人は夢とは思えないほど鮮明な夢を見ていると言われています。そう、これが睡眠に入っておよそ90分後、レム睡眠の時に人が夢を見るメカニズムなのである。しかしバーバラや鈴木さんは寝入ったと同時に奇妙な現象を体験している。これはなぜか。この現象は2人が寝入ると同時に脳の活動水準が高い入眠時レム睡眠の夢見状態に陥ったことで、覚醒と睡眠状態との間で意識の混乱が起き、夢を現実に起きていることと錯覚してしまったのではないかと考えられるのである。これが入眠時幻覚の正体なのだ。共通点3、恐怖を感じた。では幻覚の中でリアルな恐怖感を感じたのはなぜか。実はレム睡眠の時、脳内では先に述べた視覚野以外にも、大脳辺縁系内にある記憶を司る海馬や怒りや恐怖など情動を司る扁桃核も興奮状態になることが明らかになっている。このことから2人の恐怖感は情動を司る扁桃核が興奮したことによるものではないかと推測できる。共通点4、体が宙に浮いた浮揚感。では2人が宙に浮いたと感じた浮揚感はなぜ起こるのか。カナダローレシアン大学神経学部マイケル・パーシンガー博士は、電磁波による大脳皮質への刺激が我々人間にどのような影響をもたらすかという実験を試みている。そしてその結果、ある興味深い現象を確認した。側頭葉と大脳辺縁系内部の海馬や扁桃核に刺激を加えると、人によっては幻覚を見たり浮揚感や体外離脱体験を報告した者もいます。博士によると、記憶の中枢と考えられている側頭葉は海馬や情動の中枢、扁桃核などと密接に結びついており、それらが刺激されることで各器官にも影響を及ぼし、浮揚感覚や幻覚などの症状を引き起こすのだという。よってバーバラや鈴木さんの場合、レム睡眠特有のアセチルコリンニューロンの興奮が側頭葉に伝わると同時に、体の位置や体の感覚を司る部位にも伝わることで、空間における体の姿勢と場所についての混乱が起き、体が宙に浮いているなどの浮揚感覚を体験したのではないかと考えられる。結果、2人が寝室内で体験した奇妙な出来事は、寝入りと同時に入眠時レム睡眠に陥り、入眠時幻覚を体験した睡眠麻痺であった可能性が高いのである。ちょっと疑問があるんだけど、金縛りのような睡眠麻痺を起こす人が必ず体外離脱や異星人の誘拐されるといった体験をするわけ？僕もそこは疑問なんですよ。つまり体験する人と体験しない人がいるのはなぜか。露出者からのリサーチは先ほど届きました。スタートします。異星人による誘拐体験をする人としない人の違いは何か。我々は彼らの子供時代に驚くべき共通点を発見した。同じ睡眠麻痺であっても、異星人による誘拐を体験する人としない人、この境には何が隠されているのか。ここで我々は異星人による誘拐体験者に関し、その生活環境や性格を調査しているある人物の存在を確認した。その人物こそ、ニュージャージー大学心理学部マイケル・グロッソ博士である。彼の研究チームが異星人による誘拐体験者への調査を行った結果、誘拐体験者たちには幼少期の成長過程に次のようなある共通の傾向が見られたという。
共通点1、幼少期に何らかの虐待やストレスを受け、トラウマを抱えている。体験者たちは幼少期に暴力などの身体的虐待や侮辱されるなどの心理的虐待、さらに重病や事故、家庭内に険悪な雰囲気があったことなど、ストレスの多い環境に育ったという傾向が強い。共通点に、非日常的な空間に入りやすい傾向にある。ネオンサインを見たり音楽を聴いていたりすると、知らないうちに催眠状態に陥ったり、自分がしばらくその場にいなかったような気がするといった日常的意識とは別の空間への感受性が強かったと報告する傾向が強い。共通点3、幼少期に超常的体験をしたことがある。体験者たちの中には、幼少期に霊の気配を感じたとか、人の顔を見るとその人が心の中で考えていることが読み取れるなどといった超常的現象と考えられる経験があると答えた者が多い。この結果、博士は、彼らは子供時代虐待やストレスといった脅威から自分自身の心を守るために、自らの意識の中に現実とは別の非日常的空間を作り、そこに入りやすい体質、人格乖離の傾向を作り上げたという。私たちは人格乖離の傾向を持つ人たちを、自分の想像の世界に起きていることに全神経を集中する能力に長け、幻覚や超常体験を特別に体験しやすい体質、遭遇性格と呼んでいます。そして先の大脳生理学の権威マイケル・パーシンガー博士は、遭遇性格であろうと思われる人々の脳波を測定した結果、人格乖離が脳に与える影響をこうまとめている。幼少期に身体的虐待などの影響からトラウマを抱え、人格乖離をしやすい体質の人たちは、普通の人たちより側頭葉の不安定性が高まる可能性があります。つまり博士は、側頭葉の脳波に不安定な傾向が現れると、超常現象や幻覚を普通の人たちより体験しやすくなるというのである。我々の調査でもバーバラは、幼少期に鏡に映る奇妙な手を見たという心霊現象や、体のあちこちに自分の記憶にない傷があったなどの超常的と思われる体験を報告しており、成長過程における何らかの経験に対するストレスを抱えていたのではないかと推測できる。これら博士による分析から考えると、バーバラは睡眠麻痺による幻覚や異星人による誘拐体験を他の人よりも引き起こしやすい側頭葉の不安定な傾向、遭遇性格であったのではないかと推測できる。遭遇性格ね。もしかしてこれって女性に多いかもしれないわね。占い好きだし、神秘的なものに興味を持つし。そのことだけでは決められませんが、違う角度のアプローチでいずれきちんと調べてみたいと思ってます。 UFO 目撃や異星人による身体検査は睡眠麻痺が原因なの？違います。じゃあなんで多くのアメリカ人が同じような経験をするのかしら？それはアメリカ人だからです。え？異星人による誘拐事件は世界各国で報告があるものの、なぜ圧倒的にアメリカに集中しているのか、そしてなぜ多くの体験者が UFO との遭遇や異星人による身体検査といったほとんど一致した証言をしているのか。その謎を解く鍵は、アメリカ人と UFO との歴史的な関係の中にあると思います。ではその歴史とは一体どのようなものなのか。1947年6月ワシントン州上空を飛行中のパイロット、ケネス・アーノルドが謎の飛行物体を目撃。新聞はそれを皿のような物体であったと報道し、以後空飛ぶ円盤と呼ばれるようになった。そしてこれが世界最初の円盤遭遇事件である。その直後の7月、ニューメキシコ州ロズウェルで円盤らしき物体が墜落、その残骸が軍隊により回収されたと報道されると、全米がそのニュースに釘付けとなった。これらの事件を機に UFO 目撃団は一挙に増大、 UFO は恐るべき速さで大衆文化に浸透したのである。そして1950年代に入ると、 UFO は映画の題材として頻繁に登場。52年に上映された宇宙戦争では、地球侵略を狙う火星人の円盤が現れ、地球人と交戦する場面が描かれており、アメリカ国民はその迫力に息を呑んだ。その中には奇妙な火星人も登場する。
そして1977年アメリカとカナダで興行収入1億3000万ドルを記録した大ヒット映画未知との遭遇の公開後 UFO 目撃談はさらに増加。 UFO と異星人の存在はアメリカ文化の一部となった。映画や小説などで多くの人々が UFO についての共通したイメージを持ち、そして UFO を目撃したいという気持ちがあり、それが飛行機や人工衛星などを UFO として間違えて見させてしまった可能性が指摘できると思います。つまり高橋助教授によれば UFO や異星人の存在がアメリカ人の心の中に深く浸透したため、飛行機などを UFO と誤認しやすくなってしまったというのだ。ではバーバラや他の体験者たちが語る UFO 内部での身体検査など証言の一致はどう解釈すればよいのか。実はこのイメージも50年代以降の映画に頻繁に現れ、人々の心に密かに浸透していたのである。53年に上映された宇宙から来た殺人者の中では、飛行中のパイロットが輝く奇妙な光を目撃、その直後意識を失い異星人に誘拐され身体検査をされる様子がすでに描かれている。さらに1987年異星人誘拐体験者の指揮とされるものを映画化したコミニオンでは、 UFO 内部での身体検査、対抗催眠による記憶の想起などがさらに細かく描かれ、これらのイメージは根付いていった。そして多くの体験者が語る異星人の姿はこのコミニオンの原作の表紙に描かれた異星人とほぼ一致するのである。つまりこれらのイメージが長い間に多くのアメリカ人の心に定着したことにより、体験報告のほとんどがアメリカに集中していると考えられるのである。ではバーバラの場合、これらのイメージはどの時点で記憶の中に入り込んできたのか。思い出していただきたい、バーバラは寝室内での体験から5年後、対抗催眠によって隠された記憶を蘇らせている。多くの人は記憶はテープレコーダーのようだと思っているかもしれませんが、それは間違いです。記憶は夢や思い込みのイメージなどに影響され、体験しなかったことでも自分で体験したかのように装飾してしまうことがあるんです。これを偽りの記憶と呼んでいます。実は調査によると、バーバラの場合も奇妙な体験後、その出来事が非常に気がかりとなり、対抗催眠を受ける前から UFO や誘拐体験に関する情報を雑誌、小説などから得ていたことが明らかになっている。これらの点から見ても、バーバラの証言にある UFO との遭遇や異星人による誘拐体験は、対抗催眠によって自分の潜在意識の中にある UFO や誘拐体験のイメージが呼び起こされた内面的な偽りの記憶であった可能性が考えられるのである。いろいろ調べてみると、異星人による誘拐や身体検査を体験したという人はやはり一人の時が多いんです。むしろ複数の人がいる時にはこうしたことは起こらないということなの？その複数の体験報告がなかなか見つからないんです。松岡だ。あ、チーフ。チーフ、さっき気になるとおっしゃってたニューハンプシャーの件は？それを今ロス支社のオペレーションセンターから送るから、そっちで見てくれ。わかりました。異星人による誘拐体験は、入眠時の睡眠麻痺による幻覚と自分の潜在意識の中にあるイメージが呼び起こした偽りの記憶である可能性が高いという。故に誘拐体験のほとんどは一人の時に起きているというのだ。ところがアメリカで複数同時に誘拐体験をした例が見つかった。これは一体どういうことなのか。異星人による誘拐事件はそのほとんどが一人でいる時に発生している。ところがロス社から複数の人間が同時に誘拐され、同じ体験談を証言しているケースが報告された。1961年9月19日夜、ニューハンプシャー州に住むバーニーヒルと妻ベリーはカナダでの休暇を楽しんだ後、自宅のあるポーツマスに向け車を走らせていた。そしてすれ違う車もないランカスターの街に差し掛かった時、2人は奇妙な光を目撃した。夫バーニーはすぐに車を止め、光を目撃した星空を双眼鏡で観察すると、それは発光体でなんと自分たちの方に近づいてくるように見えたのだ。驚いたバーニーはすぐさま車を走らせた。だが2人の記憶はそこで途切れた。次に気がつくと、2人はなぜかおよそ56キロ先の街を走っており、
すでに数時間が経過していた。この失われた時間の間、どこで何をしていたのか、2人には全く記憶がなかったという。事件から2年後、あの夜の出来事が頭から離れなかった2人は、精神科医のもと、やはり対抗催眠によってその隠された記憶を蘇らせたのである。急いで車を走らせた直後、2人は光り輝く UFO と遭遇。その時の様子を妻ベティ本人はこう証言している。 UFO を見ると彼らが窓越しに一列に立っていました。その後 UFO は下降し始め、私たちを誘拐しようとしている感じがしました。その後 UFO は2人の前に着陸、そして異星人により同時に UFO 内部に連れ込まれ、身体検査をされたのだという。彼らは私の髪の毛、皮膚、目、鼻、耳、足などを検査しました。その後何か特殊な器具を使って私の神経系を調べていました。そして夫バーニーも妻ベティと全く同じ体験をしたと証言しているのだ。これも脳が作り出した幻覚なのか。しかしこの事件はバーバラの時のような睡眠麻痺では説明できない点がある。誘拐体験は睡眠中ではなく車の運転中に起きた。記憶が戻った時、およそ56キロ先を走っており、2時間の失われた時間がある。2人が同時に誘拐され、その詳細を2人とも証言している。ではこの車の運転中に起きた奇怪な誘拐事件を解く鍵は何か。このような事件は夜間の長距離ドライブ中に起きていることに注目してください。このような状況の中で起こりやすいのがハイウェイヒプノーシスと呼ばれる現象です。ハイウェイヒプノーシス、我々は以前高速道路の幽霊現象をリサーチした際、夜道や高速道路のような視覚刺激の少ない場所を長時間走行すると、あまりにも外から受ける情報が少ないため、脳内に睡眠状態で現れるアルファ波が発生し、半催眠状態の中で幻覚を体験することを報告した。ヒル夫妻の事件で考えると、カナダからニューハンプシャーに向けての長距離ドライブ、場所は単調なアメリカの田舎道、しかも辺りは真っ暗だったのである。これらの条件から2人は同時にハイウェイヒプノーシスに陥り、半催眠状態の中で星や街灯などを奇妙な光と錯覚したと考えられる。しかし半催眠状態の中で56キロ先の町まで運転をし続けることができたのはなぜか。ふと気がつくと思ったよりも時間が過ぎていたという経験は誰にでも起こると思います。車の運転の場合、注意しなくても小脳を使って自動的に運転をすることができると思います。我々が日常体験する出来事は普通エピソード記憶として海馬および側頭葉に蓄えられる。ところが車の運転、自転車の乗り方、泳ぎ方など体で覚えた記憶は作業記憶と呼ばれ、小脳に蓄えられる。そして一度小脳に蓄えられたこの作業記憶は、普段我々が意識せずともその行動を取ることができるという特性を持っている。すなわちヒル夫妻のように夜間アメリカの田舎道のような刺激のないところを走り、脳が半催眠状態に陥っていても意識せずに運転を続けることも可能なのである。だが最大の謎である誘拐体験における2人の証言の一致はどう説明できるのか。多くの研究者は当時2人が抱えていた心理的ストレスを指摘している。ヒル夫妻は人種差別が残っていた61年当時のアメリカには珍しく、黒人と白人の夫婦であり、周囲からの反感や好奇の目にさらされ、社会的心理的ストレスが大きかったと考えられる。そして2人は共に離婚経験者でもある。さらに妻ベティは本人の証言から、幼少期にストレスの多い環境下に置かれ、それから逃れるために本を読んでは空想に浸っていたことが判明している。また事件以前からUFO や超常現象に興味があり、ベティ自身も予知夢を幾度か体験していたという。よって彼女は超常現象などのイメージをあらかじめ潜在意識の中に持っていたと思われる。
ベティもまた普通の人より幻覚状態に入りやすい遭遇性格と言えると思います。事件後ベティはあの奇妙な体験は UFO と関係しているに違いないと確信し、図書館で UFO 研究書や SF 小説などを乱読していた。その結果ベティは毎晩 UFO との遭遇や UFO の中で身体検査をされるといった悪夢にうなされるようになったのである。そしてこの夢の内容をベティは友人などに話しており、そこに居合わせた夫バーニーもよく耳にしていたのである。こうして夫妻は UFO との遭遇や異星人による身体検査のイメージを対抗催眠以前に共有し、それが催眠時にお互いに細部まで一致する証言をさせたのだと考えられている。実際複数の人間が同時に誘拐されたケースでは、そのほとんどが親子、夫婦、恋人同士などいずれも普段から親しい心の絆が存在する間柄であることが報告されている。グロッソ博士によれば、ヒル夫妻の誘拐体験の場合、ハイウェイヒプノーシスによる半催眠状態の中で星や街灯などを奇妙な光と錯覚、その後超常現象を好むベティの性格が対抗催眠による記憶想起の段階で悪夢の中で見た UFO や身体検査などのイメージを呼び起こし、この奇妙な事件が捜索されたのではないかという。だが未だ解明できない一つの現象がある。体内に残された異物、この写真は異星人に誘拐された際足に異物を埋め込まれたと証言する女性のものである。親指の付け根に異物らしき存在が認められ、その後摘出手術が行われた。これはその時の実際の映像だという。そして40分後異物が摘出された。果たしてこの異物は本当に異星人によって埋め込まれたものなのか。現在ニューメキシコテクノロジー研究所などでその分析が進められている。一体この正体は何なのか。イメージの共有と同調、分かるような気もするけど、まだ納得できないことがあるわ。もちろんこれまでのリサーチでエイリアンアブダクション報告が全て解決できたとは思いません。何十人何百人の人々の中で医学や科学では解明できないことがまだまだたくさんあります。例えばエイリアンアブダクションを隠れ蓑にしたテロ組織や国家的陰謀などの可能性も考えられます。こういった事件の解明はまだ始まったばかりなのかもしれないわね。